毎度おなじみ雄大コープ代表取締役社長の三浦雄大と申します。本日はですね、ふれあい鉄道フェスティバル、あの奥車両センターのイベントに来ております。ここはですね、いろんな電車になんか展示があるそうなので、これから見たいと思います。はいはい、ですね、ここにはですね EF65 がありますね。はい、見えるかな。カシオペアに北斗星に昔の夢空間があります。はい、はい、これはですね DD51 と EF60 が2両あります。それからですね、寝台特急の、桜と富士と、桜、出雲、富士のヘッドマークがあります。これは EF81 のオメシキですね。ではのヘッドマークがあります。これから電車台を回転します。これはお召し列車を想定した塗装となっております。これは583系ですね。みきのくのヘッドマークがあります。まあ、なんとか隣にいるのがですね485系のリゾートエクスプレス U で来たからです。常磐線のなんか買った電車区に所属しているやつですね。ジョイフルトレインとして活躍をしております。はい、これ185系です。踊り子のヘッドマークをしております。やはり185系といったらやっぱり踊り子っていうイメージありますね。この電車はですね、もうすでに30年以上経過しておりましてですね、もう引退するのも多分そう遠くはないのではないかと僕は考えております。185系ですね。あとホームライナーにも結構使われてますね。はい、はい、ここはですね、185系という電車の、あの座席にいます。ちょっと見ましょうか。まあこうなってますね。はい、ちょっと車内を映しますね。これが、まあ、こんな感じです。はい、これは E655 系のなごみですね。これがなごみです。なごみですね。ですね、この電車はですね、あのお召し列車に使われますね。よく天皇陛下とか皇太子が乗る
とか地方に行く際結構この電車使われますね。あとですね、この電車はです今5両編成なんですけれども、6両の5両車を積んでお召し列車にします。またその他にはですね、あの団体専用列車として一般のお客様もあの乗れるような形になっております。あ、ちなみに僕はまだ乗ったことがありません、この電車には。あとですね、このマニアの間では別名ゴジブリと呼ばれています。はい、はい、これでオクセロセンターのイベント動画は終了です。